カンタスリンクはオーストラリアでコミューター路線を運行するカンタス航空の子会社の総称及びそのブランド名。加盟航空会社はワンワールドの系列メンバーでもある。IATA コードはカンタス航空と共通の QF を使用しているが ICAO コードとコールサインは4社がそれぞれ別々のものを使っている。もともとカンタス航空の子会社は 各々が独自の航空会社名で運航しておりそれぞれに共通性がなかったが2002年にコミューター路線を運航するエアリンク、サンステート航空、イースタン、オーストラリア航空、サザン、オーストラリア航空の4社が共通のブランドとしてカンタスリンクを創設した。その後すぐにカンタス航空がインパルス航空を買収したことにより獲得した。 地方路線をカンタス航空から買収した。当時カンタス航空はこれらの路線にボーイング717を使用していたがこれらの地方路線から撤退後、新しく設立した格安航空の子会社ジェットスター航空にボーイング717を移籍させ、2005年から2006年にかけてジェットスター航空がエアバス A320 を導入したことでこのボーイング717が カンタスリンクのものとなった。しかし現在これらの機体は、カンタスリンクのナショナルジェットシステムズによって、オーストラリアの西部や北部で運行されている。イースタンオーストラリア航空3ステート航空、アライアンス航空ナショナルジェットシステムズボーイング717、ボンバルディア DHC-89400 フォッカー、100ボンバルディア DHC-89300 買って運用されていた。 BAE146 から100かつて運用されていた、ボンバルディア DHC-8900 現在、カンタスリンクで使用されている機材は、以下の通り。2003年5月29日、メルボルン発、ローンセストン港のカンタス航空1737便で、ハイジャック未遂事件が起きた。また2008年2月7日ゴーブ発ダーウィン業カンタス、航空1944便が、 ダーウィン国際空港に着陸時最終アプローチで急降下し機体が損傷するという被害があった。この機体はダーウィン国際空港でボーイング車によって修理された後、約3ヶ月後の5月17日に航路に復帰した。ありがとうございます。